どうも皆さんこんにちは、炭鉱刺繍製作所です。今日は刺繍初心者講座第3回ということで、刺繍学について説明していこうと思います。刺繍学は糸で刺繍をしていくときに縫う糸の張力によって布がしわくちゃになってしまうのを防ぐために使う道具です。刺繍枠を使わずに刺繍してしまうと、縫ったら縫っただけ糸で布が寄ってしまってすごく悲しいことになってしまいます。何よりかなり縫いにくいです。刺繍枠はこういう感じで2つの輪っかが合わさっていて、この輪っかの間に布を入れることで糸をピンと張ることができます。実際にはめてみようと思います。まずちっちゃい方の枠の上に布を重ねて、その上から大きい方の枠を乗せてネジを締めていきます。締めながらここの真ん中の布がピンと張るように四方を引っ張って針を出していきます。コツとしては、刺繍は布はピンと張って糸は優しく縫うのがコツです。こういう感じで少し針が出るように四方をバランスよく引っ張って布はピンと張ってください。縫っていく間にだんだんとここが押されたりして面がだるだるになってしまうことがあるのですが、そういう時はその都度四方をこういう感じで引っ張って面をパーンと張った状態をキープして縫っていきましょう。このネジのところは自分の縫いたい図案の真上に来るようにしましょう。縫っていく間に糸がこのネジのところに引っかかるのが一番真上に来た時が少ない気がしたので、僕は真上に持ってきてやってます。刺繍枠にはいろんなサイズのものがあって、小さいもので8センチとか、大きいもので18センチなどのものがあります。刺繍をするってなった時に、例えばシャツの胸元にワンポイントで刺繍をしたいなら小さめの刺繍枠を使ったり、 T シャツの背中全面に大きい刺繍をしたい時は大きめの刺繍枠を使うといいのですけれども、初心者の方が大きい面を全部縫うことはとても難しいし大変なので、最初は10センチ程度のなるべく小さいものを使って刺繍をするといいと思います。僕の普段使っている刺繍枠はこの紫の12センチの刺繍枠です。プラスチックのものはだいたい500円から600円前後で買えて、色もいろんな色があってカラフルで可愛いです。木製のものはだいたい1000円ぐらいするんですけれど、見た目がナチュラルでおしゃれに見えますし、ここが少しザラザラしているので布をはめた時に縫っていく間にだんだん布がダルダルになっていくのが、木の方が少ない気がします。プラスチックはツルツルなのですぐ結構ダルダルになってって何回も引っ張らないといけないんですけど、木のやつはそれが少ない気がします。材質に関しては好きな方を使うといいと思うんですけれども、強いて言うなら初心者の方にはこっちの木の材質の方がおすすめです。まとめますと、これから刺繍を始められる初心者の方は材質は木のものを使って、大きさはだいたい10センチ前後のものを使い、布をピンと張って糸は優しく縫うようにしましょう。刺繍枠は刺繍をするのに必要不可欠な道具なので、自分の気に入った使いやすい刺繍枠を探して刺繍に挑戦する下準備を整えていきましょう。今日はご視聴いただきありがとうございました。この動画が参考になったと思った方は高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回刺繍初心者講座第4回でお会いしましょう。バイバイ。